皆さんこんにちは、報徳学院学習部の宇野俊です。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は単語の形を変える、こういう問題です。括弧内の語を正しい形にしましょう。1番 Your bike is 括弧の中に new が入っていて than mine となっています。この new の形を変えます。2番、稽古、そのうちに括弧に is が入っていて busy yesterday こうなっていますね。この is の形を変えます。3番、 I enjoy 括弧の中に talk が入っていて with Tom となっています。この talk の形を変えます。皆さんはどうぞ一度ここで動画を止めて答えを考えてみましょう。この答えのヒント、実はそれぞれの文の中に入っています。そのヒントになる部分、これを見つけて答えを考えてみてください。そして答えが分かったら、もう一度動画を再生して正解を確認してください。正解はこちらです。ヒントになる部分、正解を考えるときにヒントになる部分、青い丸で囲んでみました。一番ヒントになるのは残ですね。残があるってことは比較している文章ですよね。ですから new を比較級の newer として your bike is newer than mine、ね、your bike is newer than mine、 このようになります。あなたの自転車は私のより新しいと。2番、あの is は was に変わります。ヒントとなる部分は yesterday ですね。昨日のことですから be 動詞を過去形にします。ですから is が was になるわけです。ですから正しい文章は Cake was busy yesterday、 Cake was busy yesterday、 Cake は昨日忙しかった、こういう意味の文ですね。3番、ヒントになる部分は enjoy のところです。 enjoy があるので talk は talking、 ing の形になります。 enjoy、 finish などの後ろに動詞が来る場合はING の形になる、これを覚えておきましょう。ですから I enjoy talking with Tom、 私はトムとのおしゃべりを楽しみました、こういう意味の文です。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。